お元気ですか、僕趣味です。今回は2022プロ野球チップスカード第3弾のね開封動画となります。で、第2弾の方はですね、楽しみにしてた方ごめんなさい、もうね、なくなっちゃいました。これね、この第3、今度からね、第3弾がね、やりますのでよろしくお願いします。第3弾も同様に、10パックですね、やりますのでね、白サインカードを目指して頑張りたいと思います。なおですね、第3弾の方はですね、ラッキーカードがね、ありませんのでね、ご了承ください。いただきます。第3弾1回目の1袋目でございます。ドラゴンですね、大野雄大投手の10回、ね、2アウトまでパーフェクトのカードでございます。ソフトバンクホークス周東佑京内野手でございます。で、2袋目でございます。広島東洋カープの秋山翔吾、外野手のカードでございます、ね。出ましたね、秋山選手の、ね、カードでございます。で、1軍で初登板し最速150キロを記録した中日、これ根尾投手の、ね、カードでございます。今年からね、なんかピッチャー転向しましたよね。で、3袋目の、開けたいと思います。でね、すごい懐かしい選手のカードが出ましたね。野村克也監督のですね、これね、カードでございます。で、楽天の涌井秀明投手でございます。4袋目でございます。で、オリックスの杉本裕太郎外野手です。で、横浜 DeNA ベイターズの山崎康明投手でございます。5袋目開けたいと思います。で、ヤクルトスワローズのですね、これは石川雅規投手のですね、史上7人目、21年連続勝利達成した時のね、カードでございます。で、またね、楽天のね、涌井投手でございます。で、6袋目でございます。で、オリックスの杉本投手でございます。で、中日の柳裕也投手でございます。で、7袋目でございます。オリックスの今季4人目となるノーヒットノーランを達成したオリックスバファローズ山本由伸投手のカードでございます。で、北海道日本ハムファイターズの宇佐美慎吾捕手でございます。8袋目でございます。ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手でございます。で、17イニング連続パーフェクト投球の千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手のカードでございます。9袋目でございます。阪神のジョー・ガンゲル投手でございます。
中日の清水達也投手でございます。最後のね、10袋目でございます。ソフトバンクホークスの井森正樹内野手です。で最後は中日ドラゴンズのアリエル・マルチネス捕手でございます。で以上で2022プロ野球チップス第3弾のね開封動画を終わりたいと思います。第1回目はね、残念ながらですね、白サインカードは出ませんでしたけどね、ちょっと余裕を持ってね、また第2回第3回とやっていきたいと思います。よろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。